アメリカ大統領選の討論会の前に、バイデン氏の息子、ハンター氏の元ビジネスパートナーで、海軍の退役中尉のトニー・ボブリンスキー氏が、テネシー州ナッシュビルで記者会見を開きました。彼は2015年から2018年の間に使用していたスマートフォンを取り出して、バイデンファミリーと中共がバックに控えている過信農源との間に、 巨額の金銭のやり取りがあったことを証言し、過信農源の目的は、これを機にアメリカの政治に干渉することだと指摘しました。Family, アメリカ東部時間の22日、 アメリカ海軍の退役中尉ボブリンスキー氏は、ハンター・バイデン氏の元ビジネスパートナーの立場で記者会見を行いました。彼はこれより前の声明の中でも、彼は中国過信農業の楊漢明総裁とバイデンファミリーと協力関係にある株式会社の CEO だと述べており、 彼はバイデンファミリーと中共軍をバックに持つ要官名グループとの金銭取引の電子メールは本物だと証明できると述べた上でその理由を彼自身もそのメールの受信者の一人だからだと述べています。 Familiar, at least at a high level. ニューヨーク・ポストは先日、ハンター・バイデン氏のパソコン内に残された電子メールについて報じました。過信道源は、ハンター氏に毎年1000万ドル、約10億4800万円をコンサルタント料として支払っており、 会社の株式の20%をハンター氏に配給する準備を行っていました。そのうち10%はある大物、ビッグガイのためのもので、消息筋によると、この大物とはアメリカ元副大統領のバイデン氏を指しており、ボブリンスキー氏もこの発言を事実だとしています。 Documents and other evidence, and the American people can judge for themselves. I brought, I guess, for record, three phones that spanned the years 2015 through 2018. These phones have never been held by anybody else besides myself. Biden family and the シノホークという会社の名義を利用してアメリカの政治に影響を及ぼそうと考えていたことに気づきました。一方、バイデンファミリーはハンター・バイデンの会社の名義を利用して外国企業から数百万ドルを特に共産党統制下にある中国から稼ごうとしていただけだったと言います。 That if I went public this information, it'd be it would bury all of us, man. The Bidens included. I have no wish to bury anyone. I've never been political. The few contributions I have made have been to Democrats. But what I am is a patriot and a veteran. To protect my family name and my business reputation, I need to ensure that the true facts are out there. 過去にこれらの資料を公開するなと警告されたことがあるが、国を愛する退役軍人として、すべての事実を公にしてこそ、バイデンファミリーとの関係を切り離すことができ、彼らのためにこれらのことを隠蔽することから逃れることができるとも述べました。明日 NTD ジャパンがお伝えしました。